はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は波動高校でやっていきたいと思います。強化されたね、波動高校ちょっと可能性を見出したいので、今回は野手でやっていきます。でちなみに太平楽高校はもう二度とやりません。あそこはもう1万点超えればもうやる価値はないでしょう、まあ、そういう方向なんで。で今回の、デッキは、まず野球マン5号入れてます。まあ、初仕様なんでちょっと見ていきましょう。そもそも得意練習がメンタルと守備で、コツは広角打法が追加されてるのかな。で、体力消費ダウンがあって、得意練習率アップもあって、タックは45で、メンタルがあるんでメンタル回復量もあって、ミート上限がついてますね。で初期評価は高めの70で、固有でタッグと精神ボーナスがついて、練習効果が15で、技術ボーナスは8で、45で試合経験点ボーナスが10ついて、50だと練習効果アップ30になったと思います。であと二宮くん、前回のガチャでね結構出て、一応プラ4までは持っていきました。プラ5はもう無理かな。もう SR の母体はそもそもなくなっちゃったし、 PR がなんか1個くらいあるくらいなんで、まあ、また復刻した時に、二宮の方はちょっと引いていければと思います。ちなみに50になるとタックが 10% 増えるのかな。タック50が、まあ、固有はついてるんですけど、タック50が、レベル50で 60% になるので、まあ、10% 上がるだけでも結構経験点は違うと思うので、まあ、とりあえず試合経験点ボーナスがついてるので、まあ、45で使っていきます。で相棒キャラはみなみちゃんをまたお借りしてます。であと佐伯さんを、連れてきて、独身術のレイディーで、今回みおちゃんを連れてきてます。みおちゃんはアーティストを取って、できればシナリオ金徳で新アーティストを狙っていきたいというような感じになってます。まあ、一応これ後イベが4人いるので、まあ前に後4ですね。後イベがどうかな、野球マン5号ってイベント増えてるのかな。イベントが追加されてるとちょっと重くなりがちなんで、まあ、そこが懸念点ではあります。で最初はもう本当に例によって評価減になるんで、まあ、みんなのねタッグを急いで組めるようにしていきましょう。あとみなみちゃんか、みなみちゃんの評価も上げて、だからみおちゃんを彼女にして、かつみなみちゃんの評価を上げていく。でどうしようか、みおちゃんの評価上げたいけど、メンタルにコツがあるのは結構美味しいんで、二宮はホーム刺繍があるんだっけ。でもキャッチャーじゃないとホーム刺繍とかくれないとかってあんのかな。キャッチャーコツはキャッチャーじゃないとくれないっていうことになったけど、そこはどうなったんだろう。みなみちゃん、うん、みおちゃんと二人か、二宮、ちょっとみなみちゃんだな。みなみちゃんは割と意識してあげていかないといけないんで、ケケってもくれるしね。でレイリーはイベントが走り始めたらちょっとミートとかを上げていきましょう。ここ3人か、結構いいな。評価3人上げられるのはでかい。ミオちゃんも絡んでるしね。ちょっと波動はあれが遅いよね、シナリオのイベントが始まるのが。で体力がないんで、ここは評価上げをしつつ体力回復でメンタル。そろそろみやびちゃんとかいけそうな気はするけど、誰もいない。ピッチャーが5人いるんだけど、みんなどうした、キバのメンタルに引き寄せられたか。んー、みなみちゃん、みおちゃん、佐伯さん、こっち。また自己紹介だからね、9月の2週。あってかこれ初めて見る。体力が下がった。一応メンタルだけ見てどうしようかな。佐伯さんいるんだったらちょっとメンタルで少し回復させよう。まあスカウトさんもいることだし。で餅つきバトルはとりあえず変わらない、最初は。これいいんだよね、別に出るで。全然チェックしてないけど、イベント金徳は何だっけ、ちょっと忘れちゃった。
で、ここはみんなと仲良くしておいて、序盤なんでチームメイト評価を上げます。で、監督しかいない、この2人は乗った乗った。お、みなみちゃん、みおちゃん、これはいいね。で、二宮と買い物、これは上にしておこう。このイベントはもう大して経験点になるわけじゃないんで、みおちゃんもみなみちゃんもまだか、ただ体力ないからメンタル印象ポイントが足りなくなりそうだね。レイリーがね、もうちょっとタックのパーセンテージが高いといいんだけど、どっちにしようかな。ちょっとみおちゃんを優先的に上げていこう。で、二宮デート、これは一番下にしておこう。彼女がいないから真ん中にするとやる気が下がった気がする。で、レイリーが走り出したね。で、筋力は乗ったんで、レイリーがまだか、ちょっとただみなみちゃん上げていきます。やる気も上げてくれんのか、お一人で。みなみちゃん、とにかくみなみちゃんよ。次はで11月からか。さて、ここからオーバーヒートは9人4。この時にもうなんか号令かけたいよね。かけちゃおう、オーバーヒートが多い時に。で、そうするとオーバーヒート減るからね。なんか知んないけど人数がダメだ。せめて経験点の多いところに行こう。で、2回目が走り出してしまったので、ちょっとミートを上げていきます。まだ5人いる。 C までかな、経験点的に。まあ、前が2人しかいないからね、どうしてもそこはメンタルで回復するか。みやびちゃんメンタルで、ここも回復をしていこう。てか、みおちゃんが来ない。みなみちゃんは乗ってんのか、そもそも。つぼけんか、やろう。体力がマックスなんで経験点を取りに行く。で、みなみちゃん一応まあ乗ってはいる。これはどうすればいいんだ。まあ、とりあえず監督許可も上げつつタッグを組んでいくか。意外性持ってたんだ。さっき佐伯さんのイベントで取った時に潰しておくべきだったね。またツボケンかよ。やめておこう今回は。じゃあ、まあ、アベヒとパワーヒアもいいや。3で十分、意外性4。本塁生還とかはまあちょっと経験点が不足してるし。みなみちゃん、みおちゃんが、いや、でもここってどうなの、やる必要ある。まあ、もうすでに1回号令かけてるからあんま意味ないよね、人が少ないと。どうしてもこれは止める。うん、チームメイト評価が上がる。よし、告白はとりあえず来てくれた。あとはみなみちゃん、後指だからね。1人、その火をつけてくれるタイミングもちょっとよくわかんないからな。まあ、少しでもちょっと経験点を稼いでいこう。オーバーヒートは5人か。まあ、そもそもみなみちゃんは永続的に火がついてるから、燃え移る条件もよくわかんない。絆、よし、いいね、いいタイミングで来てるわ。
これで通常のイベントはちょっと2回こなしていきますか。大丈夫だよね。3人遊んどこう。クリスマスだから。みなみちゃんは体力がどうだったんだっけ。あ、そこそこ回復する。でここは下続けていこう。大丈夫っしょ。で代打オーバーヒートは6人。もう4周だからやっちゃおう。うおー、なんかどうなの、すげえ散ったんだけど。てかレイリーまだ評価乗ってないんだけど。じゃあちょっとみなみちゃんでいくか。でかいのがねちょっと来てくれないときついよね、波動は。こういうところで経験点をかき集めていきます。大凶それは大凶だったからね、しょうがない。オーバーヒートは6人。どうするよ。亡霊かけてもしょうがないと思うんだよね。1月の1週ちょっとやってみる。ちょっと亡霊を絶対1回はかけよう。散るな。まあここじゃ。あ、4号の謎、これ何。野球の能力を上げたい。超単純。あ、まあ経験点それなりにくれ、100くらいくれるか。どうこれ、ちなみに。おお、とりあえず独身術は取った。かなり掴んだ。しかもオーバーヒーター4人。もう全然ダメだな。あんまり燃え移らないで一回放置して火をつけるのを待つか。全然能力低いな。カッターはいいにできるかな。精神が若干余ってる。とりあえずこんな感じ。じゃあコツがあるんで二宮。ホーム獅子はくれるんだやっぱり。牙に火がついた。割とどうでもいい。だこういう少人数の時はもう火を消す方向で行った方がいいから、まあ、みなみちゃんはね永続的についてるけど、そっか、これが燃え移っちゃうのか。多分火がついてる人数が減れば減るほどあれになると思うんだよね。火をつけてくれると思う、と思う。だからあくまでもほら。でここで火をつけたら11人。2人。いや少ないわ、散ってるな。180とかちょっと波動にしては魅力的だけど。号令かけよう。評価下がるけどしょうがない。120減った。120バランス的にどうしようかな。こっちか。3人。100人ゴリア。守備は普通。あ、そうか、勝負があるかもしれないんで、まあ、ミートを上げておけば大丈夫かな。でオーバーヒート6人。切り裂き、お前はまだ乗ってないのか。6人ってどうなの。やろう。で見事に散って、ものの見事に散ってるな。ちょっとレイリー一回評価上げよう。クリスマス前だけど。でバレンタイン評価1しか上がんないってことはもうだいぶいったな。
って、ここは、そうだね、骨格打法、一応コツがあるとはいえ、みやびちゃんもちょっと多めだからね、確実に取れるっていう感じではないんで、骨格打法は5になったらなったでそれでいいと思うんで、ここはもう普通の練習だな。レイリー乗せといてよかったわ。3人。こういう時に火がついたらどれだけ伸びるんだろう。やる気は下がった。やる気は関係ない人だって。オーバーヒーター6人。あー、3人か。3人でもまあこんな感じか。で、4人と5人が来ないとそもそもシナリオ金特区にならないからね。で、オーバーヒーター4人。ちょっと筋力ミオちゃんから回収しておくか。臨床がマジで少ない。で、ここはチームメイト評価が上がるでしょ。でも人が少なくなってきた時にデートを進めていこう。みなみちゃんも進めていかないといけないからね。まあ、2人いてもいいかもね。選手兼彼女キャラであれば。ここは探しに行こう。ここでチームメイト評価上げて、3人。3人、まあ、ダブルタックといえばダブルタック。やっぱり佐伯さんだな。練習効果30じゃないからね。通常の SR45 だと練習効果は 10% なんで、10と30はだいぶ違うよね。新しいのあげよう。で、3人。もう3人からちょっと復帰してくんないな。ミートはあげられる。で、今回別に総力上限があるわけではないんで、 C までいけるかな。パワーヒッターはもう持ってるからね。じゃあちょっとここは遊びに行きますか。で、運動神経の2回目。ここはちょっと軽く投げておこう。2回目につなげたけど安定を取る。よし、これでまた火がついて、今回は評価ダウンがないけど8人しかいないのか。いや、なかなか固まらねえな。まあ使おう。3月の4週だし。で、2人とかだったらまあそれなりか。まあやろう。敏将にちょっとなんだっけ、オーバーヒートが来てくれないと多分敏将ポイントが足りなくなるんだよね。スバルはとりあえず打ち崩す。あ、何、行かなかったか。これやるな。26点で終わらせるとは。35点取るつもりだったのに。で、7人。いや、7人ってどうなの。やるべき、やろう。どんどん使っていこう。今回は全然ダメだ。普通のタックで稼ぐか。一応みなみちゃんがいるし。で、敏将ポイント稼いで、まだ7人いるね。で、今は多分イベキャラの評価はマックスになってるはずだから、7人でも号令かけちゃう。13。でも特に何にもない。臨床も大してもらえないからな。じゃあこっちでいいや。まあ、うまーくまとまってくれればねいいんだろうけど、回復しとこう。もうモテモテではあるけど。選手兼彼女キャラは
モテモテ関係ないからね。で5人か、5人とかどうしよう。一応見て、大した練習がなければお出かけして遊ぼう。これでみなみちゃんは3回目。で挑発で、まだ5人で、特になんかあるわけではないんで、ちょっとデートを進めますか。やる気は上がらない。打球伸び、みおちゃんの評価が上がる。で5月に入ってまだオーバーヒートしてんのか。なかなかしぶといな、なかなかしぶといんだけど、なんか練習がやっぱりしょっぽいんだよな。今から勝負、ぶちのめす。やる気は普通だけど問題なくいけるはずだ。待って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 、 OK。 スバルごときには負けんよ。スタードライブ、スタードライブ打ちづらいよね、まあ、ダックネビラも打ちづらいけど、それだけは評価してやろう。代打、いやまあ代打でも一緒、別に任せちゃおう。出番があるかどうかよくわかんねえけど、パワヒワ取ってあるから、あとはアーチスト、次アーチストくれる。なんかさ、デートしてアーチストもらってさ、その後スバルが連続でイベントが起こったらちょっとやだよね。スバルも前イベ後イベがあると思うんだけど、最後勝ったな。まあ、これで監督評価は絶対大丈夫で、5人、2人か。もう2人でやるしかないよね。やろう。筋力に今回かなり来てるよね。よし、お前をぶちのめす。これで安心してミオちゃんとデートができる。ここってちなみにアーティストレベル2でもらえるんだっけ。いきなりスタードライブかよ。それでも食らいつく。てかさ、ホームラン打たなきゃいけんだよ俺は。ちょ待って待って待って、まず1本。いやー、この進化際でとこに投げてくんな。ホームランは何本打てばいいの。3本とか。いやちょっと待って、マジで安打製造機になるぞこれ。いや安打製造機っていうか、ちょっと待って、もう1本欲しい。進化できればもう1本欲しい。よし、いった。これは大丈夫でしょ。1、2、3、4本、4本打てばそりゃアーティストでしょう。俺はアーティスト。少しかよ。ミオちゃんとかだったら2でつかめたりするからね。まあ131、しょうがない。虹徳ってだって2とかでつかめんの。そもそも走塁見るけど、特に怪我率も結構高いからな。デートしよう。4回目。さてここで新アーティストからの餅つきバトル。内容はよくわかんない。負けたのか。これは総力バーストか。そうか、こいつ総力バーストだった。臨床足んねえのに。総力上げられないけど総力バースト取るか。でも2人とかどうにもならないでしょう。じゃあデートしよう。だからせめて4人と5人が来てくれないと、波動はもう点数伸びないよね。いや、ようやくかよ。これイベントもちょっと走れない可能性が出てきたね。
タックが悪くないからちょっとここにしよう。その前にあげるべきものをあげる。独身術を取っとこう。あ、挑発も取っておくか。なんだかんだで技術が減ってきてる。ミートを上げてあるからね。よし、これで火がついた。頼むぞ。8人か。2人はよく火がつくよね。ちょっと総力足んねえから1回2人でやっちゃおう。で次にもし号令をかけられるんだったら号令をかける。恐怖の満了とか。4人に減ってる。4人は無理でしょう。よ、全員集まったとしても4人だからね。じゃあメンタルやっとこう。で二宮2回目打撃でしょう。あれ、ミートの直上げがあったよね。そういえば打撃で勝負って、そういえばだけど、それで上げとけばよかった。号令かけとく。もう6月の4週だし。3人に減ってる。2人。まあやるだけやるか。で火がついて、ちょっと待って、体力がないんだけど。体力なスイングですよ。500。そう、 27% アイテム、カロリーバー使う時が来た。あー、やっぱ5人だね。600かプラス。でもそれ考えるんだったらさ、なんか北斗のさ、北斗高校のさ、世紀末タッグの方が安定しそうだよね。なんか今思ったけど、これなんか北斗高校の劣化版みたいな感じだな。総力バーストって、いや、もう取っちゃおう。金徳は抑えておこう、とりあえず。でいきます。はい、ナイアアンダー王か。すかした。コウロ君と、一応試合経験点ボーナス結構積んでるんだよね。いや、これ2つ上限アップさせるの無理だな。技術が圧倒的に足りてないんだけど。補給はまあなんとかなるかな。いける分だけやっとこう。いや、波動高校を北斗高校の劣化版だとは言わせない。それを証明してみせる。多分取り直しとかすればね、そのうまくいった時動画に上げれば。だって今回5タック1でしょ。5タック4タックは来てくれないと伸びない、まあ、それを待つっていう。だから号令の使いどころだね、やっぱり。人数がいるときにやっぱり揃えていった方がいいんで、人数がいるときに、まあ、4タック5タックを狙って号令を使用していく。これが波動のポイントだと思う。で、ミオちゃんって俺どうしたっけ。5回目のデートやったんだっけ。なんか忘れちゃった。一応見てみよう。あれ、今二宮だった。キャッチャー水鳥、さらばだ。オーバーヒート4とかがやっぱり少ないんだよね。だから人数が減ってきた時にどう対処するか。で一応デートちょっと見よう。あ、5回目やってあるわ。一応練習を見て、練習見て、もうこれダメだと思ったら号令をかける。3人、ダメだ。ろくなことが起きなかった。メンタル見てくれスカウトさん。俺の見てくんねえし。よし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 。ちょっとこんなに火ついたのにもう号令使っちゃったんだけど。今のは握手だったな。1、2、3、4、5人か。
まあまあまあやろう、とりあえずね、経験点のためにやる。しかも3タックになってるし、まあ南ちゃん合わせてだけど、何回その5タック4タックが何回くればいい。波動高校で技術がなんだかんだ でやっぱり臨床が足んなくなってるな。パワー A にしておこう。臨床のオーバーヒートが来てないからきついんだよね今。レイリーがねどうしてもタックで臨床稼げないんで。バッターは荻野。第9球。あれそれスバル君じゃないか、よく見たら。第2球投げた、打ちました、いい当たり、ヒット、荻野、いいバッいいバッティングだけど、リードで迎える3回戦、ホームラン以外は。ツーアウトランナー1塁という場面で、ちょっと待てやばい、スバルにやられている。波動リードで迎える5回、しかしここは独身と言ってちゃんと見る。シンカーか、シンカーはね割と狙い目。打ちました、痛烈、もう一本もう一本もう一本ホームラン打たなきゃいけないんですよ私は。ツーアウトランナー1塁という場面で小木野、今日2打点を挙げています。これは挑発持ちだから、ね、打ちました、これはいい当たり、おー抑えてるね。二宮にキャッチャーコツがないっていうところがねちょっとね微妙だよね。あれ波動高校ってちなみにさ甲子園行ってもオーバーヒートしてるんだっけ。9人、これをちょっとうまくいかそう。1、2、これってさ全員オーバーヒートしてなきゃいけないの、そう4人っていうの、これって金徳もらえんの。ちょっとやってみよう。あ、しばくだ。あ、もらえないわ。4人で全員オーバーヒートしてなきゃいけないってことね。なるほど、わかりました。ちょっと一回ここメンタルやっとこう、回復。遅いんだよね、そのオーバーヒートが始まるのが。で、もう総力は捨てるしかないよね。総力を上げてる余裕はない、経験点的に。まあ、一応総力バーストはもう掴んであるから、あと内野安打王か。お待たせいたしました。2回の裏、波動、全然そのさ、金徳を生かしてないよね、総力ないから。無駄な金徳になってんな。ワンアウトランナー一塁という場面。あっと、打った方も取りに行くか。一応2で置いてあるからね。リードで迎える5回です。ツーアウトランナー一塁という場面で、打ったこれはいい当たりだ。打球はそのまま伸びていく。波動1点。あれ今水鳥だった。周囲後八回の裏、波動攻撃に入ります。スタミナ G。 この回の先頭バッターは小木、来た、いった。まあ1球で仕留めてやるさ。あれ牙さすがだな、全然点取られない。この段階で100超えるんだ。試合経験点は結構積んであるからね。そうでいい、いやーこれはまあやろう、3人だからね、経験点的には全然いいでしょう。まあ後の方でちょっと持ち直してきた感はあるけど、カッターをまず上げろ。で守備をどこまで上げられる。臨床がやっぱり足りてないな。古軍奮闘は若干臨床使うか。あと必要なの甲府獅子取ろう。恐怖の満塁男は臨床を使わない。ダイナも取っておくでしょ。で内野安打王はやっぱり臨床は使う。なんか金徳の数が若干少ない気がする。ちょっと待って、乾燥してない人いる？ミオちゃんはやった。で、レイリーも独身術取った。で、あと誰だ？わかんねえ。野球マンも取った。佐伯さん取った。いきなり失投されても打てない。あともう一人誰だ？リードで迎える3回です。今日1打点、荻野。あ、二宮か。二宮も取った。あ、じゃあ一応。感想は全員してるか。波動リードで迎える5回です。今日は安打を放っています、荻野。だからここで、まあ、南ちゃんの金徳2つっていうのが生きてくるっていうことか。
波動リードで迎える8回ジャイロ持ってノーアウトランナー1塁という場面で荻野今日2打点を挙げています。第2球野球マン5号ってさ意外に足遅いんだね。足 D 俺と変わらない。131何気に試合経験ってボーナス生きてるな。4人肩どうする最後ちょっと待ってこれさ評価ダウンなしか。評価ダウンさせちゃうとさこれミオちゃんの評価が下がっちゃうよね。ダウンなしだからやろう。3人もうダメだ。俺が欲しいのはちょっとやっぱ総力欲しいんで少しでも稼いとこう。まず波動の必須条件としては、まあ、やっぱりシナリオ金徳は3つ回収しないとやっぱり金徳の数がどうしてもきついよね。10100にはできる。101にしようとするとそうだねちょっと足りないよね。だ4タック5タックタッグっていうかオーバーヒートか4オーバーヒートで金徳回収するの必須だし5オーバーヒートで金徳回収するのも必須。先制のチャンスを迎えました。あとはプラスアルファでどれだけオーバーヒートしてくれるか。投球これから2球目決まってストライク。虹谷投球は3球目投げました。ボール集中する。第4球を投げました。これはよしいった。これが新アーティスト。3点4点取られて追う展開で迎える3回です。しかし俺が点を取れば何の問題もない。取られたら取り返す。ちょっと本当に甲子園優勝が必要なんだよこの高校は。この高校はっていうか南ちゃんはそれを阻むか。天空中央。しかし俺の前ではそれも無力だ。何点取ったと思ってんの俺。7打点。こんなさ試合したらさもうスカウト評価爆上がりでしょ。甲子園史上に名を残すよね。みおちゃん頼む。力が入らない。マジか。俺は頑張ったよみなみちゃん。チャンスコツがないけど、チャンスコツがないけどバリト精神はね余裕があると思う。1万2000か。まあでも1万2000は乗ったね。もうちょっとだから1万5000出したいんだよね。でも波動高校でさ、まあ、1万2000とかって言ったらやっぱり上々だと思うんですよ、まあ、やっぱり強化された甲斐はある。いやもうぜひちょっとね今回俺は波動高校でやっぱりその北斗高校を超えたいと。いや波動高校いいぞみたいなのをちょっと見せたいんで、ちょっと4タックのあれが撮れなかったけどちょっといい動画が撮れたら、まあ、それをアップしたいと思います。恐怖の満塁男いやコツもちょっと少なめか。どうしてもそこはしょうがないね。勝負し直撮りすると足りるとか言ったけど足りねえわ。いや足りないわけじゃないけど余ってるわけでもないから、パワー S にしよう。B 賞がやっぱり足りない。あとじゃあ何取る。4番は取ってなかったかまだ。で筋力をいっぱい使うやつ一発逆転、まあ、精神も使うけどね。打開結構いいんじゃん経験点的に。いやー待って困った時の打球の秒1個取っとこう。せっかくコツをまるで掴んでるんで。で速攻だね。本塁性化もまあコツ掴んでるから取っておくか。もう1個くらいいける。追い打ち追い打ち取ろう。であと総力1上げて終わりかという感じです。どうしてもちょっとねコツの数が少ない関係でそこまで伸びは、ないんですけども、ちょっとできれば波動で1万5000超えるために頑張っていきたいと思います。だから悪くはない。
いいとも言えないけど、いいとも言えないけど悪くはない。少なくとも太平楽よりは全然いい。爆弾爆発しないし、わけのわかんない監督がいるわけじゃないし。というわけでちょっと波動高校、頑張っていきたいと思います。まあそんなわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。